大沢文夫は、日本の物理学者。君党は、君二等。学位は、理学博士。名古屋大学名誉教授、大阪大学名誉教授、日本学士院会員。聖の、沢は、卓の旧事態のため、新事態で、大沢文夫とも表記される。ラテン文字転車では、文夫大沢とも表記される。名古屋帝国大学理学部助手、名古屋大学理学部教授。 名古屋大学理学部分子生物学研究施設、施設長、愛知工業大学教授などを歴任した。1922年12月10日に大阪府で生まれた物理学者である。日本の生物物理学の創設、開拓、牽引者として知られる。戦後、学問研究では異端とも思える状況の中で物理学者の立場から生物の研究を開始した。 海外の研究に依存しないで、日本で独自の研究を展開し、世界的な研究をした。名古屋帝国大学、名古屋大学で教鞭を取るとともに、大阪大学にも併任され、後進の育成に努めた。名古屋大学退官後は、愛知工業大学にて教鞭を取った。直接の弟子が数百人と多く、弟子以外にも多くの研究者に多大な影響を与えた。 小谷正雄の実家弟子、寺田虎彦の孫弟子、作家藤正春の義弟、2019年3月4日没、大阪府池田に生まれる。小学校時代は成績は良かったが、勉強は嫌いだったという。当時の理科好きの子供は、ラジオ作りか、昆虫採集に夢中になるのが一般的であったが、両方とも全く興味がなく、理科も嫌いだった。 豊中中学校へ進むが、4年時の15歳の時に、名古屋に転居、厚田中学校に転校する。翌年、第8高等学校へ進学した。高校1年の時、英語教師の勧めで、アンリポ・アンカレの科学の価値を読み、感銘を受ける。東京帝国大学の理学部物理学科の入学試験の際、高等諮問で物理が好きな理由を尋ねられた。大沢正直に、 好きな理由は全くありませんと答えるが合格を果たした。1942年の東京帝国大学入学と同時に偶然見つけた理科学研究所に勤務する主人が営む下宿、理科の家に寄宿した。下宿の先輩から勧められたウィラード・ギブーズの統計力学を大学1年生の時に読んだのが運命の分かれ道で統計力学に傾倒する。 小谷正雄教授のゼミを受け、物理学に面白みを覚えるようになった。戦争による修行年限短縮措置に伴い、2年半の在籍で大学を卒業した。1944年の東京帝国大学理学部物理学科の卒業後は、名古屋帝国大学理学部の宮部直美研究室の助手となる。名古屋地方気象台とともに、 同年12月7日に発生した東南海地震の調査を実施した後、コロイドや合成鉱分子の研究をする。1945年の名古屋大空襲以後は、理学部全体で長野県の小室町に疎開した。1946年、坂田昭一の主導で、名古屋大学の物理学教室改革が始まり、講座制が廃止され、誰でも独立した。 研究室を持てる研究室制が始まる。1950年、上司宮部直美が東京の国土地理院に移籍したのに伴い、英文論文を一つも発表していない、博士号も取得していない28歳の助教授で独立した研究室の責任者となる。合成公分子の収縮の研究から生態高分子の収縮、筋収縮の研究に興味を持つ。 1954年、日本の物理学教室で初めて生体材料を用いた研究、つまり、筋収縮を担うワクチンの研究を開始する。1961年、F ワクチンが螺旋状重合体であることを理論的に導き出し、1963年、ハンソンが電子顕微鏡で二重螺旋であることを確認した。ワクチンの重合脱重合の熱力学的研究をし、 G アクチンと F アクチンは共存し、平行状態にあること、1合は各形成過程と伸長過程の2段階からなる理論提唱と実験的証明をする。アクチンが生物運動の基本的要素と考え、1966年研究室の助手、肌の節子と共に新生年金からアクチンを単理し、動物の筋肉以外から世界で初めてアクチンの単理に成功した。 細胞分裂、細菌の運動、専門虫や、生死の専門、弁毛運動も研究し、生物運動の分子機構の基本原理を探った。助手の大渡和久と共に、ゾウリムシの遊泳行動も研究した。研究人材の育成に定評があり、朝倉正、今井信久、大井達夫、畑野節氏、野村太鼓、笠井道夫、藤目里氏、藤目杉江。 郷道子、小橋博志シ大渡勝久、宝谷光一、石渡新一、柳田敏夫、白楽ロックビルなど、多数の生物物理学者及び関係者を育成している。この功績で2009年、ネイチャーメンター賞を受賞した。人材育成の特徴は法人であり、大沢牧場と呼ばれた。当時、日本の筋収縮研究には、ご三野がいて、 その研究スタイルから、戸野村工場、大沢牧場、江橋製肉店と呼ばれていた。戸野村雄二は大阪大学で、三好慎、江橋節夫は東京大学で、トロポニンの研究では世界的に著名だった。戸野村、大沢、江橋の3研究室は、戸野村工場、大沢牧場、江橋製肉店とニックネームが付けられている。戸野村工場では、 工場長の企画と指図に従って製品が整然と生産される。やがて課長クラスは独立してそれぞれ町工場を作る。大沢牧場では柵に囲まれた広い草原で小馬たちがのびのびと育つ。成長した春馬たちは自由を求めて柵外に去り、自らのテリトリーを形成する。エバシ肉店では若者は店主夫妻の監督下で、 重低暴行した後、のれんを分けてもらって、分店を経営する。丸山工作、筋肉の謎岩波書店、1980年、資料をよそからもらって研究したのではダメだ。自分たちで全部プレパレーションする、物理学教室で筋肉タンパク質の研究を始めたとき、自分で筋肉タンパク質を調整した、そもそも研究なんて、 質問そのものを決めるのに2年くらいはかかるもの。研究の目的を決めてから研究を始めるのではなく、面白いから研究をする。1機能、1分子。生物の1つの機能にはそれを担う分子が1つある。機能を担う分子を探せば発見できる。生物は積み木細工。生物は要素を1つ1つ足してできている。全体の設計などの特別な仕組みはない。 出身の違う若い学生たちが混ざっていろいろな実験をするのは非常に良い自分自身のオリジナルな考え方によって面白い研究を自分で続ける仕事の速さで能力の評価に差をつけない面白さが最大のポイント面白さについての感度が大切若い学生研究者たちのオリジナルな考えや提案を大切にし 決してケチをつけない以上の言葉は以下の文献によるありがとうございます。